普通の玄関ドアはお手入れしないんでしょうかって言われると、要は偽物です、プリントなのでメンテナンスが全くいらないんですね。もうメンテナンスするのも嫌し、手入れも絶対したくないっていうんであれば、どうぞ偽物の方の玄関ドアを選んでいただいた方が正直本当にいいかなと思います。基本的にはね、やっぱ周りと合わせてほしいっていうことなんですね。皆さんにちょっと気をつけていただきたいのはリモコンキーですね。要は最近スマートキーっていう形で、はい、こんにちは、広報問題です。今回で、ね、ご質問が来ましたので、それについてお答えしていきたいと思います。先日ある工務店の、見学会に行ったのですが、そこで木製玄関ドアはお手入れが大変なのでコスパが悪いと言われました。一応普段から家百や本田さんのメルマガなどで勉強しているため、そんなことはないだろうと思いましたが、一つ疑問が出たので質問させていただきました。それは普通の玄関ドアはお手入れしないんでしょうか、それとも多少なりとも手入れはして、それ以上の手入れが木製玄関ドアに必要ってことなんでしょうか、よろしくお願いしますという形でご質問が来ています。はい、このチャンネルではですね、皆さんからのご質問を受け付けておりますので、この下の動画の概要欄ですね、質問フォーム貼っておりますので、よかったらご質問していただけたらと思います。はい、まずですね、今回来たご質問にお答えするとなんですけども、普通の玄関ドアは、お手入れしないんでしょうかって言われると、普通の玄関ドアっていうのが、そもそも何なのかっていうと、こういう玄関ドアあると思いますよね。 YKK さんとかビクシルさんが、出しているような玄関ドアがあると思うんですね。で、今回こちらちょっとカタログで出しているのがですね、イノベストっていう、普通の YKK さんとかが出している分の玄関ドアのちょっと上位グレードなやつですね。 D50、D70 とかが載ってるカタログなんですが、こういった玄関ドアとですね、比べてこちらの木製玄関ドアっていう、これガデリウスさんのスウェーデンドアっていうやつなんですけども、こちらとどう違うのかっていうところなんですが、基本的にですね、やっぱりメンテナンスがいらないのはどっちって言われると、やっぱこういった玄関ドアなんですよね。で、メンテナンスがいらないっていう意味で言うと何かっていうと、この表面の仕上げのことなんですよね。例えばですけど、イノベストの D70 って言われるこの中の一番高いグレードのやつっていうのは、これ本物の木を張っているので、こちらのガデリウスとかって言われるこういったやつと仕上げの、質感は一緒なんですね。ただ D50 とかですね、というグレードとかですね、他にある YKK さん のベナート D30 っていうグレードっていうのは、全て木目調とかなんですよね。要は偽物です、プリントなのでメンテナンスが全くいらないんですね。なので今回ご質問いただいた、この方の言った工務店さんが言われている通り、メンテナンスがいるかいらないかの観点で言う とベナード D30 とかっていうね、この YKK さんのこの下のグレードとかも含めた、そういう偽物のプリントがしてある木目調の、玄関ドアの方がいらないかなというふうに思います。ただそれがいいか悪いかっていうよりは、周りとやっぱり合わせてほしいっていうのを僕よく言ってるんですよね。例えば弊社とかだと、自然素材の材料をよく使っていったりします。例えば、外壁が焼き杉だったりとか、普通の杉板張りだったりとか、外音壁とかっていう材料をよく使ったりもするんですが、要は周りは自然素材のものを使っていますので、同じくこういう風化をしていくわけですよね。色が変わったりとか風合いが出ていくっていう材料の中で、例えばこういう玄関ドアのシートだけがですね、偽物で一切こう劣化をしないとか、見た目が変わっていかないっていうのは、どんどんこうバランスが悪くなっていくんですよね。なのでやっぱり本物の、素材の中には本物の玄関ドアをつけてほしいっていうのが、まず基本的な考え方でおすすめをしているっていうことなんですよ。で、コスパがいいとか悪いとかっていう観点で、もしこのつけられるおせっさんが判断されて、いやもうメンテナンスするのも嫌し、手入れも絶対したくないっていうんであれば、どうぞ偽物の方の、玄関ドアを選んでいただいた方が正直本当にいいかなと思います。この D50 っていうね、高性能玄関ドアの、グレードでも、面材は偽物のシートの、シート張りになりますので、表面のメンテナンスとかね、オイルかけたりとかっていうのは一切ありませんので、そういったものを使っていただいたらいいんじゃないかなというのは思うんですが、やっぱりですね、周りと合わせていただきたいっていう意味で、僕らはこれ別にガデリウスさんね、今弊社はこれよく標準で使ってますけども、木製玄関ドアいろいろあると思います。ユダ木工さんもそうですし、木村さんっていうところの玄関ドア、木製玄関ドア別にどこでもいいんですが、基本的にはね、やっぱ周りと合わせてほしいっていうことなんですね。逆にですよ、周りが溶岩系サイディングですね、外壁がサイディングの、要は新建材のお家にもかかわらず、
この木製玄関ドアを使うと逆に今度こっちが浮いちゃうっていうだけの話ですよね。そしたら逆にこっちの方がもういいんじゃないっていうふうに僕は思うわけですよ。木製玄関ドアがみんなにみんな使ってほしいっていうふうに思ってるわけではありません。周りの素材とかと合わせて雰囲気よくね使っていただきたいっていうことを言っているだけなので、木製玄関ドアが絶対正義だとかって言ってるわけではなくてですね、周りの素材と合わせていただきたいなということですね。弊社では例えば今でしたらその洋業系サイリングっていう材料はもう使いませんというふうに言っているので、じゃあ自然素材系の外音壁だったりとか焼き杉だったりとか杉板張りだったりとかっていうところに合う、玄関ドアっていうことでこの木製玄関ドアを基本一択とさせていただいて、他のオーナーさんにも、うちはこれしか入りませんというぐらいの感じでねお伝えしているという感じです。玄関ドアはこれコスパって言われるとね、何がもってコスパなのかもしというふうに考えるんですけども、実際ねお値段のところで言うと多分ねこっちの方が高くなりがちなんですよ。いうのがこっちの玄関ドアはちょっとねコストを抑えるために皆さんにちょっと気をつけていただきたいのはリモコンキーですね。要は最近スマートキーっていう形でカードキーとかいっぱいこうついてると思うんですよ。でそれがね結構コストが高くなる原因なんですね。玄関ドアポケットキーとかね、こういう今すごく車と同じようなね便利な鍵が今流行っていますが、こういったものをですね玄関ドア選ぶときにオプションで選んでる方はですね、ぜひ外してください。これって結局僕らがよく言う家に機械物をね抱かせちゃうと後々メンテナンスがめちゃくちゃ大変なんですね。これ直すときにこのここごと全部直さないといけなかったりとか、電気工事が必要になったりしますので、むちゃくちゃめんどくさいっていうか、めんどくさいのもありますけど、めちゃくちゃ、メンテナンスが大変なんですね。壊れた時がすごい大変なんですよ。なのでもしこういったね玄関ドア選ばれる場合ですよね、ベナートの D30 でもイノベストの D50 でも D70 でもいいんですが、ちょっとねコスパを考えていただくんでしたら、ぜひこちらの玄関ドアを選ぶときにねそういったキーを外してください。そうするとね価格は少し安くなると思います。代わりにですね、それでもリモコンキーが欲しいっていう方はですね、今後付けの玄関のリモコンキーめちゃくちゃ流行っていますので、それをつけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。商品はキュリオロックって言われるやつだったりとか、スイッチボットですね。スイッチボットの、リモコンキーなんかめちゃくちゃ便利です。指紋認証もありますし、ワンタイムロックって言って番号ですよね、暗証番号をその時だけの暗証番号を発行することができるんですよね。例えば奥さんから見て義理のお母さんがに合鍵渡すんで正直嫌じゃないですか。 でもお母さんに来てほしい時もあるっていう時に、合鍵渡すのはちょっとなっていう時に、今日1日入る時にだけ使える鍵をですね発行することができるんですよ。今日は2465で入ってねとかでねいう番号をお伝えすることによって、その番号で今日1日入る、その1日1回だけ入ることができるっていうね番号が発行できたりするわけなんですよ。でしかもかつですね、スマホに、アプリを入れているとですね、玄関ドアがいつ何時何分何秒に開いたかっていうのを全て通知できたりとか、記録として履歴として残せるわけなんで、防犯上ももうめちゃくちゃ良かったりするんですね。でこのスイッチボットとかの鍵なんかも全て後付けになりますので、要は自分たちで施工できるしめちゃくちゃ安いんですよね。今多分2万円台ぐらいで売ってるんじゃないかなというふうに思います。で、すごく安くていけますし、基本電池式なので電気工事がいらないので、自分たちで全て管理ができて、嫌だったら外すこともできるし直すこともできるし電池交換もできるっていうことで、建築とは全く関係ない工事になりますので、非常に費用も安くてですね、めちゃくちゃコスパのいいものが出ていますので、ぜひですねこういった玄関ドアを今選ばれてですね、リモコンキースマートキーとかを選んでる方は、見積もり取ってる方とかはね、特にねそれを外した状態でいくら値段安くなりますかって確認してみてください。でそれとスイッチボットとかね、そういった後付けのものと比較していただいたら、多分そっちの方が安いんじゃないかなというふうに思ったりしますので、一度工務店さんとかね設計者さんにね、確認していただいてつけていただいたらと思います。で同じくですね、こちらの木製玄関ドアもこういったものって基本的にはそういう便利な鍵はついていないんですよね。ただ先ほど言ったように後付けの、そういったスイッチボットとかね、キュリオロックって言われるような後付けの鍵がありますので、そちらで対応することが可能になっていますので、非常にコスパよくね、そういった便利なものもつけようと思ったら、つけられますので、そんな形でね考えていただけたらと思います。たまにねこういった木製玄関ドアをご提案すると、リモコンキーがないんでちょっと嫌なんですよねというふうに言われるんですが、今スイッチボットとかめちゃくちゃ便利でめちゃくちゃよく動きますので、ぜひですねそういうのに対応していただいて、
この素材感をね、合わせるっていうことをしっかり大事にしていただけたらと思います。はい、そういった意味でね、まあコスパがどっちがいいのかって言われると、コスパなんかでこういったもの玄関道具を決めたらダメなんじゃないかなというふうに思いますので、基本的にね、そういったあのコスパが悪いのでやめた方がいいですよっていうことは基本的にその会社さんがまあ推奨してないってことなのでね、なんかまあ無理やりそれをね、使うのもどうなのかなっていう若干思ったりもします。その会社の考え方にね、あんまり背いたような商品はね、使うと価格をね高く出されたりとか、いうふうになっちゃいますので、その辺も踏まえてね、皆さんちょっと考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。家の外壁の素材としっかり合わせた玄関ドアも選びましょうということで、皆さんちょっとねこの辺はしっかり覚えておいていただけたらと思います。はい、そしたら今回は以上になります。このチャンネルがですね参考になりましたら、ぜひ高評価コメントいただけたらと思います。あとチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。